こんにちは、学生リポーターの片山龍斗です。今回は晴れの国岡山から岡山大学をお送りします。残念ながら雨ですが、元気に行きましょう。文部科学省スーパーグローバル大学創生支援事業に選ばれている岡山大学、メインキャンパスである津島キャンパスの広さは東京ドーム16個分。美しく広大なキャンパスの岡山大学ではどんな学びが広がっているのでしょうか。最初にご紹介するのはグローバル人材育成特別コース。グローバルといえば英語、どんな学びがあるのでしょうか。授業を担当される先生に聞いてみましょう。何をどのように学ぶのですか。国際感覚を身につけて、でグローバルな舞台で活躍できる学生を育成するといった大きな目的がありまして、でその前提として岡山大学としてこの G コースで5つの教育目的を立てていまして、その目標というのが、一つがグローバルな教養、それからグローバルな社会で一生懸命こう頑張って社会を牽引するといったそういう精神力、それからコミュニケーションの能力、そして社会の諸事情、いろんな問題を鋭く分析するの分析力、洞察力、そして専門性を身につけると。この5つを大きな目標として体系だったカリキュラムを立てています。岡山大学ならではの学びは何でしょうか。地域で活躍するにしても海外のことは必要だし、外で活躍するにしても、もちろんその外のこと、地域のことを知っておかないといけないという、そういう、 双方向の関係が重要なんじゃないかと思っています。その世界のことだけじゃなくて、グローバルな人材になるためには自分の国のこともきちんと知らなければいけないので、日本のこともきちんと学ぶっていう、そのいろいろな授業を組み合わせたものを私たちは学んでいます。自分の考えとは違うけど、こういう考えもあっていいよねとか、そういう英語以上のことというか、人間としても成長できたなっていうことを学びました。次にご紹介するのは全学 SDGs 科目。授業を担当される先生に聞いてみましょう。岡山大学が SDGs に取り組み始めたのは、やはりこの岡山の地でそういう社会貢献の遺伝子っていうのが昔からあったことにも関係があると思ってるんです。 SDGs はグローバルな課題を解決するということが目的になっていますけれども、その解決のためには私たち一人一人がどうやって貢献するかっていうことを考える必要があります。そういった意味では岡山大学が SDGs に取り組んで、実践型社会連携科目っていうような科目群で学びを実践する機会を作っていくっていうのは、整合性の取れた話なんではないかなと思います。僕は SDGs アンバサダーに所属しています。 SDGs アンバサダーとは、国連が定めた SDGs に関する活動をしたり、また SDGs に関する情報を岡山大学生や教師、また地域の方に知ってもらおうという活動をしています。この4学期に開講しようとしている授業の一つです。 SDGs と岡山大学生、また企業をつなげる授業を考えています。企業の行っている SDGs に関する活動を講義で紹介していただき、その講義に対する学生間でアイデアを考え提案しようと考えています。次に法学部長黒上直澄先生に聞いてみましょう。まず少人数教育ですが、これは学生一人一人にどの学年においても必ず一人の指導教員がついて、で学習上とあと学生生活上の指導を行っております。で1年生から4年生まで全ての学年において少人数のいわゆるゼミが設けられていて、きめ細かい教育を受けることになっています。高校生へのメッセージを一言でお願いします。
ぜひ高校生の皆さんに対して申し上げたいのは、岡山大学法学部に入って、ぜひ輝いてもらいたい、そういうふうに思っております。世界ユースサミットはワンヤングワールドって言われるものなんですが、ダボス会議っていうのが経済フォーラムであると思うんです。それの青年版ダボス会議って言われていて、で僕はロンドン大会、2019年のロンドン大会に行ってきて、ディスカッションとかプレゼンとか、あと、いろんなスピーチを聞いたりとかっていうことをしてきました。学生団体は1年生の時に立ち上がりまして、そこでネパールの小学校があるんですけど、そこに図書館を建てました。現地に実際にお手伝いもしたりとか、本も現地で購入したりとかっていうこともしました。でそれ以外にももう一つ、岡山市の国際的まちづくりっていう目標も立てていて、岡山市が主催するこう歩行者天国みたいなイベントがあるんですけど、そこにこうネパールのフェアトレードの商品を出展したりとか、そういったこうまちづくりとしての活動もしてきました。やっぱり人とのなんか全く異文化だったり価値観が違う人とのコミュニケーションにおいて生きたなと思っていて、こうアクティブラーニングとかによってなんか深く広く深くっていう思考が養われたと思ってるんですけど、いろんな価値観がある中でまずは受け入れたりとか、いろんな価値観を多様性を受容できる力っていうのがやっぱり養われたの、多角的に物事を考える力っていうのは養われたと思ってますし、その一方でこう一つ一つの考えとか物事の背景をどん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 深掘りして深く考えて、こことここってつながってるよねとかっていうのを考える力、だからこう広く深くっていうのがアクティブラーニングとか養われたからこそ、コミュニケーションとかディスカッションで生きたなとは思います。いかがでしたか？岡山大学での学びは世界へ広がっているのですね。ぜひキャンパスでお会いしましょう。